どうも、岡田です。本日はですね、ドライブ雑談をやっていきたいと思っております。ということで、して、車運転してたらやっぱ暑いですね。今は、無印の T シャツに無印のスウェットでございます。下はデニムですね。で、アウターなんですけれども、最近三原康弘コラボのペイズリー柄のジャケットを着すぎてて、毎日着てるんですよね、基本的に。なのでちょっとたまにはノースのあれスクープジャケットも着ようと思って今日ノース着てきたら、なんかね、車運転したらね、これめちゃくちゃ暑くなって今脱ぎました、脱いだような感じで、スウェットですね、運転しているんですけれども、いや本当三原康弘コラボのペイズリー柄のジャケットめちゃくちゃ気に入ってますね。多少の雨だったら防水撥水っていうんですか、あれが効いてるんで全然水弾いちゃうんで、あれ本当良かったなと思いますね。めちゃくちゃ気に入ってます。で、僕らの車が止まっている、僕らのね、世代にはやっぱこうね、ズバッとこう入ってくるですね、こう雰囲気というかですね、デザインというかですね、いやあれはね、買って良かったというか、あれに関しては本当買えて良かったっていうアイテムなんですけれども、良かったなと思っております。ただね、前の動画でもそうだったんですけれども、じゃあ合わせやすいかって言ったら、合わせやすさっていうとそんなにあれだなって思いますね。やっぱこう主張が強いんで、でボトムスもね、こうシンプルなものをやっぱ基本的にっていう感じになっちゃうんで、まあね、ペイズリー柄を着るっていう、ペイズリー柄着ちゃうぞみたいな感覚で行くんであれば本当に満足な一着。まあね、このね、スクープジャケットに関してもやっぱこれも主張強いんで、なるべくボトムスもシンプル、なんか若干こう派手というかですね、こうインパクトあるアウターが好きなのかなっていうふうに思ってますね。シプリームのパンサー柄のジャケットもそうなんですけれども、いやでも、まあ合わせやすさで言ったら、いろんなボトムスとかいろんなこうね、コーディネートを楽しむんであればブラック無地のタイプの方がとは思うんですけれども、なんかね、いやペイズリー柄もそうなんですけど、形が好きなんですよね。ゆったりした形、あれめちゃくちゃ良かったですね。僕で M サイズでゆったり着るような感じなんですけれども、あれは本当に良かったなと思いますね。それでなんですけれども、プラス J コラボですね。プラス J コラボなんですが、まあ近くのユニクロがフルラインナップっていうことで、発売日の夕方ですね、見に行きました。MA1 タイプのブルゾンとかは完売とかしてたんですけれども、ショートパンツはね、まあ、サイズがあったものの、まあ、全色残ってたりだとかっていうのもありましたし、ただね、いくつか試着してみたんですが、なんかね、レジに行くまでのね、こう勢いは自分の中ではね、なかったんですよね。なぜかと言ったらっていうようなね、こうあれもないんですが、こう事前にこうユニクロのオンラインのね、サイトで、まあ画像とかね、動画とかがあったんで見てたんですよ。やっぱそのね、情報が良すぎて実際見たら、ちょっと自分の中でのこの期待値が高すぎたんでしょうね。期待値が高すぎた分、なんかそこで会計に至らなかったんですよね。あとは半袖 T シャツに関してはかなり空張りも豊富でですね、サイズ展開も豊富なんですけれども、まあ今じゃなくてもいいかなっていうのが本音でしたね。素材が若干ね、薄いというかですね、質がいいというかですね、まだね、実際こうスウェットとかなので、まあ、もうちょっと様子見てもいいかなって。1500円でね、プラス税かかりませんから、1500円で買えるんだったらまだいいかな。あとね、1人1点までの制限があるんで、2色買おうと思ったら日をこうずらしたりだとかしない限り買えないんで、なんかまとめて、例えばじゃあ大体いつも黒とかなんで、まあネイビーとオリーブ買おうかなと思ったら、まあその場では買えないわけですよね。まあそこのところも引っかかり、
入には至っていないということでございますね。まあでも盛り上がってましたね。僕行った夕方なんですけど、まだやっぱ全然人いましたもんね。並びとかあったんだろうか、下関の店舗では。そこら辺ちょっと分かんないんですけれども、あとは事前の僕の自身の欲しいなと思ったアイテムで、あったシャツジャケット、ストライプの、あれもね、なんか着てみたら、なんかこう自分好きなんですけれども、なんかね違ったというか、違わなくはない、違わなくはないんですけれども、何かが違った、何が違うんだろうかって言ったら、今自分自身が着ている服装とちょっと違った感じはあったんですよね。で、その無理して買う必要がないじゃないですか。まあ今もね、オンラインとかで全然買えるんですけれども、まあ、無理して買う必要ないかなっていうのがね、あったんですよね。で、前回の秋冬のあれに関しては、秋冬の時に関しては、もうどうしても欲しかったわけですよ。どうしても着たいなと思って買ったと。並んで買ったと。ただね、着てないんですよね。でもね、ちょうどね、そのね、なんかこう自分がしたい服装と、この実際着ている服装のこの、僕ほんとびっくり、自分でもびっくりするぐらい、今回びっくりするぐらい服装変わってるんですよね、この短いスパンで。そこのね、あれにハマっちゃってね、このプラス J の秋冬のね、ものに関してはほんと着てないなぁと。なんで、まあシャツなんで今から着るかもしれないけど、でも僕の今のね、このスウェットにデニムスタイルではちょっと違うんですよね。だからこの春夏に関しても、そんなね、こう心なんかね、買ったよっていう風にちょっと言えないなと思って買ってないんですよ。ただまた時期が来たら、半袖 T シャツの時期が来たら、よっしゃ買ったよってなるかもしれないです。そこはね、それぞれ皆さんもそうだと思うんですけれども、洋服を買うタイミング、購入のタイミング、喜び、テンション、それぞれあると思いますんで、まあね、自分がそこのね、テンションにまだちょっと到達してなかったっていうだけなんですけれども、あの秘密の場所は空いてるかな。秘密の場所っていうほどのことでもないんですが、空いてますでしょうか。開いてなかったらまたぐるっと回らなきゃいけないんですけれども、一か八か、あ、開いてないな、開いてない、開いてなかったらこれバックで、あ、開いてる。ここ開いてるんですよ。開いてるけれども、めっちゃ難しい位置だね。一番奥、これ切り替え、頭からあんま言いたくないんだよね。これなんかうまいこと入らないかな、うまいこといけるか。むちゃくちゃ狭いんですよ、ここ。この前ぶつからん、ガリっていう、おっと、こんなもんか。あ、でもいけるね、余裕だね。こんな感じでギリギリ、あ、これでいけた。一番奥の一番角、もう一回切り返した方がいいな。こんなもんでね、よし、これでいけるか。いけましたね。うん、これでいいや、こんな感じでいいか。はい、無事。一番奥ね、こう止めづらいんですよ。止めづらいけど、穴場スポット 1,2,3,4,5,6,7,8,9 台止まるんか。なんか一個こっちはね、空いてるような感じなんですけれども、どこまで話しましたっけ。なので、プラス J コラボに関しては結論、なんか発売前日とかのあのテンションではなかったんで、買ってはいないんですけれども、もし本当に買うんであれば、やっぱりね、こういつも通り買いましたのテンションの時に、やっぱりこう動画を出すなりとかなんかしたいじゃないですか。そこのテンションに持っていけてない時に、なんか
無理して買う必要もないかなとか思って、で実際こうプラス J コラボ、秋冬に関しても来てないと来てないからそれもあるし、でストライプのシャツとか ね、前回買ったこの蜘蛛の刺繍がついてるやつとかはこれからの季節着られるし、まあそのあたりも含めてですね、まあだらだら話したんですけども、内容は全くないんですけども、内容は全くないんですが、だから次の楽しみといえば、個人的にはあれですね、JW アンダーソン、どちらかって言ったらね、まだねこう JW アンダーソンコラボの方が今の自分の感じの服装であればまだそっちの方がハマるかなと思うんで、またね、でもね、夏になったらどんな服装になるかね、自分でもね予想がつかない、予想がつかないんですよね。またその時になったらちょっとこうシンプルな T シャツが着たい、でもシンプルな T シャツが着たいってなったらプラス J コラボがもうねあるって分かってるんで、それを買いに行けばいいだけの話なんで、でもあの T シャツでもね良かったんですよ、試着はしたんですよ、ゆったり着て L サイズですね、で比較的まあジャストサイズではないんですけれども M サイズ、まあ、でも自分が買うんだったらボトムスのサイズにもよるから少しきれいめでいくんだったら M かな、まあまあそんな感じでですね、それがあるのは分かっているんで、まあそんな形でですね、また夏になったらどんな服装しか、どんな服装するかわからないということで、ほんとね、コロコロ服装変わりすぎる。変わりすぎるけれども、でもね、前に比べて着るものがどちらかというとパターン化してきたんで、あんまり買う必要もないかなっていうふうに思ってきちゃったんで、あとね、ほんと、そこかなと思いますね。あんまり数はいらないけれども、好きなものを着たい。そうなんですよ。結局洋服って皆さんもそうだと思うんですけれどもね、自分が好きなもの着たいじゃないですか、そこが正解だと思いますんで、だから今は今日のようにね、今日はねバンズの CDG コラボのオールドスクール履いて、リーバースレッド2006年のリーバースレッド履いて、無印のスウェット着て、ちょっと暑いからこれもうあれかなと思うんですけれども、久しぶりにノースのスクープジャケット着てね、いう感じでございますかね、まあこんな感じで、シーモール下関に到着いたしましたので、ちょっと用事があるんで、ちょっと寄って、ささっとね帰りたいと思いますっていう形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。だって発売して2週間ぐらいで値段ね、ガンと下がったじゃないですか。ということは、来週あたりまた、来週というか、またあるんじゃないかな、値下げ。土日挟んで売れなかったら、またなんか値下げあるような気がするんですけどね。そこでまたなんか買ったら、買ったよっていう喜びをね、シェアしたいと思います。